アイリッシュパブみたいだった。まあ、ちゃったよ。まあ、潰れたね。結構古そうな感じだけど、あれは古いような作りをした。あれは新しい店でした。新しい。うん、古く作った新しい。そう。うわぁ。歌が本当にうまくなる。でよ。もうどんどん店は潰れていくわけですよ。CP。潰れていく。CP が。コスメティクス外観。コマンドポストじゃないの？コマンドポストじゃないでしょ。CP01。でもよくね。もう。それなんだっけ、コンバット、え、いや違う、コンバットじゃないの、コンバットじゃない、え、CP コンバットじゃないの、いや違う、コンバットの頃はそんな言い方はしてない、あ、そうなんですか、コンバットとかでも確かにもう俺記憶のカードだもんな、うん、サンダース軍曹だけ覚えて、うん、あとリトルジョーン、うん、俺もそんな見てない。うん。上部フィナンシャルグループ。ハイテクの伝道って感じですな。どこどこがだよ。未来に向かって羽ばたく長岡。結構なことですな。馬鹿にしてる、馬鹿にしてるみたいになってる。え、なんで？金子の棒か。金子の棒でございます。金子の棒。クイジンも万歳。違った。料理する番組なの。東ちつるちゃんと一緒に。隣の番号本だもんね。隣の番号本。違います。それは米助です。あ、米助。なんだこれ。不思議な状態になってる。あれ？また。あぶれる。ね、表玄関を見ておくか。グレーヘヘヘ。結構なことでございます。ここもともとデパートかなんかだったんだよね。デパート。え、新築ではなくて、いやいや、全部作り直した。作り直した。このビルめちゃくちゃいいよ。あ、ここ？うん、丸窓でかっこいい。と、で、バスで、いや、ここを一回あっちに移して、もう一回作り直すの。もう一回これとあのビルくっつけるの。合体。もうなんか10カ年計画ぐらいで、ね、このビル系再開発。別の。やっぱね、落合陽一生絞り問題。え？落合陽一生絞り問題。生絞り？うん。落合君というのは、うん、あの自分を飾ったりすることを。してると思われがちなんだが、うん、逆に一切してない結果、ああいうわけわかんないことを生で言う人間になってしまい、うん、それが全く理解できない人からすると、うん、あいつ気取ってるとか、あいつなんかうまく見せてるとかって言われるわけ。言われるわけ。今そういう状態になってる。っていうふうな、そう、なんか落合君セーフブランディング上手いねみたいなこと言われるらしいんだけど、うん、そうじゃねえって。うまくないということは、俺はセルフブランディングうまいとお前に言わせてることがそれ証明であるみたいなことを言うと、より分からなくて、それもブランディングでしょみたいに言われちゃうっていう、非常に分かりやすい、分かるなぁ。誰も落ちないみたいになれない。なりたい人がいるのか。いや、だからでも彼に対してそう言うってことは、落ちない余裕いいと思ってるわけでしょ。レモン界のオムイの配合のだと思ってました。申し訳ないです。じゃあ、